はじめ皆さんどうもこんにちは、ゆるりです。今回マイクラフトやっていきましょう。今回なんですけども、まあ、ネタがないんですよね。なんで皆さんよかったらネタ募集、ちょっとよかったらよろしくお願いいたします。ということで、まあ、それはちょっとさておきね、じゃあ本題やっていきましょう。まあということで、今回の本題なんですけど、まあ、久々に 2v2 って 1.12.2 に来たらですね、なんか謎の空間がありまして、これなんかいろんな通路からあるんですけど、なんだろうなーって思って中を覗いてみたら、なんと謎の空間がありました。これは一体何に使われてるのかは分からない。あ、なんか来てる人なんかよく分かんないんですけど、なんかあるんですよ。しかもここ初期地点でなんか謎の空間があって、まあ、そこに、あれ、ここなんかさっきシェルカーボックスあったんだけど消えてる、なんか消えてるんだけど、まあいいや。で、なんかこれなんかあって、みたいな、なんで作ったんだろうこれ。なんか毎度初期リスト毎度変わるよね。なんなのこれ。撮影待ってましたかのようにめちゃめちゃ変わるんだよ。これなんなのこれ。多分今日作られたものなんじゃないかなこれ。だってこんな普通あれでしょ、こうなるはずなのにさ、上行くとさ、めっちゃ綺麗なの。これやばくないこれ。絶対これさ、多分この動画上げたら荒らされると思うんですけど、やっぱりなんか意図的になんかやっぱ今日作って、いや紹介してほしいのかな、わかんないけど、何なんでしょうかねこれ。ってことで、まあ久々にちょっと 2v2t 見てこうか。じゃあ 2 プラスで、はい。まあ 1.1.2 はまあ特に変わった感じはなさそうですね。まあ最近も 1.1.2 はまあそうですね、90人とか100人とか110人ぐらい維持してんのかな。なのでまあ全然あんまりね、そんな大差ないと思うんですけど、まあ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 、個人的に 1.17 に来てほしいんですけどね。僕個人としては 1.17 の方がサーバー軽いので比較的まあそっちの方がいいのかなって思うんですけど、まあデュープがないところがやっぱね痛いところかなと思うんですけど、はい、っていう感じですかね。まあそんな感じ、まあいろいろなんかあったりしますけど、まあ全然まだ残ってるって感じか。毎度ウィザーの頭は飛んでくんだねって感じですね。ウォーターキューブはまあ全然健全ありますね。はい、いろいろできてるね。まあ今後この 2v2t がどうなるか分かりませんが、まあ、やっぱ休みのせいかね、100人台ずっとキープしてるんで、まあこれからも楽しんでくれたらいいんですけど、なんかいろいろ書いてますねこれ。何なんでしょうかこれ。こんな文字前なかったな。はい、という感じですね。今回の動画以上。もう短めなんですけど、最近はまあちゃんとネタ見つけて今後も頑張っていこうかなと思うんで、まあ皆さんよかったらサブちゃんね、よかったら来てください。最近サブちゃんとかもね目標設定したんで、まあ目標通りちょっと頑張れたらいいなと思うんで、よかったらよろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、みんなバイバーイ。